賞金はなんと1000万円。1000万円？参加資格はこの問題を解けた人のみ与えられます。皆様のご応募ぜひお待ちしております。ヤネちゃん、あんたこれに出なさい。嫌だよ。いいからあんた早く問題解きなさいよ。ようこそ集まりいただきました。あなた方は選びに選び抜かれた正真正銘の本物です。二人だけ？まさか正解者が二人だけとはね。ところで二人は何で応募したのかな？お母さんに無理やり応募させられました。ただの暇つぶしです。お金は友達にあげます。二人とも素晴らしい応募理由だ。それでは早速ゲームを始めよう。まず最初はババ抜きだ。ババ抜き？ババ抜きは簡単そうに見えて実に奥深いゲームだ。ドドミちゃん、優勝したら賞金ちょうだいね。ヤネちゃん、負けたらお仕置きだからね。それでは始め。さ、早く引いて。本来ならこいつが見てる右側のカードがジョーカー。いや、確実に裏を書いてくるだろう。本来なら私が見ている右側のカードがジョーカーだけど裏を書いてくる、そう思ってるんでしょ。何すべて見透かしたような顔してんだよ。裏の裏の裏だ。裏の裏の裏まで考えたの？考えすぎがあだになったね。右側がジョーカーでしょ？どうしてそう思った？だって力入れすぎてカードが曲がってるもん。ん？嘘だよ。今なら変えてもいいよ。ここで変えれば相手の思うツボだ。いや、あえて変えてもいいのかもしれない。ここで変えれば相手の思うツボだ。いや、あえて変えてもいいのかもしれない。いや、変えれば俺が動揺してるのがバレる。いや、変えれば俺が動揺してるのがバレる。考えすぎて頭から湯気出てるよ。いいから早く引け。それ、二つともジョーカーでしょ。湯気で気を引いてる間に交換してたの見えてたよ。くっそー、私ゲームやらないから視力いいんだよね。第一枠、ドドミの勝利！やったー！負けたうん、何すんだよ。あんたも少しは家の手伝いしなさい。宿題もやりなさい。ほら、なんで洗濯物畳みながら宿題やらなきゃいけねえんだよ。ん？もはや人間？最新の人型お手伝いロボット。人間の皆さん、こんにちは。掃除や洗濯、あらゆる家事を代行してくれるお手伝いロボ。実はこんな一面も。やめて、恥ずかしい。これだ。お母さん、渡したいものがあるんだけど。ん？何何？マッサージ無料券？どうして？いつもお世話になってるから、そのお礼だよ。やめちゃん、ありがとう。もう私に似て心が綺麗な息子だわ、本当に。どこか凝ってる箇所などございますか？目と鼻とへそとかかとと。全身ですね。じゃあまずは眠たくなるツボを押していきます。あと膝裏とくるぶしと耳たぶと、あとまつげとすね毛と。マッサージも必要ないぐらい頑丈な体にしてやるよ。
私の名前はキッパー、屋根助様にお仕えする人型ロボットです。よろしくねキッパー。まずは島の全体像を把握する必要があるな。あれは一体何だ。おいリョウ、何やってんだ。こんな島俺は一刻も早く脱出してやる。でもそれってルール違反じゃ。いい考えがある。松本を逃げてんなら手伝え。くっそ、まさ食料探さねえとね。お、いただきます。少し時間が経ったけど今のところ動きはないな。ビビリども、お前らどこに隠れてやがんだ。あいつ様子がおかしいな。うっ、屋根助君、僕と手を組みましょう。いいけど俺は1億円には興味ないよ。というと、このくだらないゲームを終わらせるのが目的だ。よし、これで完璧だ。おい、殺戮ロボが来たぞ。お前が競争した間に俺はイカナコグ途中で乗ってきて。いいや、やってる。お姉さん可愛いですね。このゲームをクリアしたら僕とお付き合いしてください。じゃあな、無人島での爆発楽しめよ。あっ、あいつ逃げようとしてます。ルール違反、お仕置き。ざまみろ。いや、始まったね。ビップ様、お待ちしておりました。せっかく高い金払ってんだからいいもん見せてくるよ。ご安心ください、今回もえりすぐりのメンバーを用意しました。それは楽しみだ。ヒヒーン、ヒヒーン、ヒヒーン。おお、ヤレスケ君、これは大物ですよ。これはマグロかな、クジラかな。人だ、死んでる。ルール違反をしたら命はないってことですか。ガキとワッチ、こんなとこにいやがったか。屋根付け、ここは僕に任せてください。サバイバル王のお出ましだ。おりゃー、グヌヌ。ああのジュンがワンパン。俺様の勝利だ。さーて、これで残るは俺とクソガキの二人だ。ちくしょう。黄色い帽子のクソガキくん、どこかな。おとなしく降伏すれば賞金山分けでもいいよ。そこか。なんてね、これで1億円ゲットか。武器を置け。お前を殺すつもりはない。おとなしくしてろ。赤ちゃん、今日はイブタンギーのアーチの増殖よ。読み聞かせがいいって言うからね。シュルレアリスムとユングの関係は曖昧である。ユングの不都合訳は1920。もうすぐ生まれますよ。ヒッヒッフーヒッヒッフー。もう少しだ。そーれギャー、うんぎゃー、うんぎゃー、生まれましたよ。うんぎゃー、うんぎゃー、うんぎゃー。
化け物だ。アンゲアンゲ、ちょっと大きいけど私の子よ。ん、ありがとう。産んでくれてありがとう。ほら、もう喋れるの？うん、お腹の中で勉強した。なんですね、すごいわ。てか、お母さんって結構ブサイクだね。あ？そんな顔でよく旦那さん見つけられたね。なーにを、あんたが危なかった。うげーうげー、あら、ゆいちゃん、おむつかな。はい、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 取ったわよ。あら、金のうんちじゃない、すごいわね。はい、じゃあ新しいおむつよ。おい、ポジション悪いからやり直しだ。なんなのあんた、親の身にもなりなさい。うわぁ、目がああ、焼けるよ。アンモニア値と酸性値を上げて皮膚を溶かす尿を作った。俺の勝利だ。ごちゃごちゃうるさいわね、このクソガキが。ヤネちゃん、おっぱいの時間よ。はい。お母さん、ビタミン C とか取ってる。血液の RH 数下がってるよ。正直まずいから粉ミルクにして。なんなのこの子、気持ちが悪いわ。いやー、わあ、わあ、ヤネちゃん、あなたにはしつけが必要だからね。ハーゲンダッツー。ただいま。おい、粉ミルク。あ、はい。この詐欺師が最後の1万円。お姉さん、何を。イケメンだわ。僕はバンビって言います。もともとアイドルやってたんですけど、今はお金がなくて貧乏生活してます。元アイドル？はい。そのお金僕にくれませんか？え、いや、これは実は僕もう一度アイドルを目指そうと思ってるんです。こんな詐欺師のいるカジノにお金を使うより、僕にお金を使った方がお姉さんは幸せになります。でも僕を信じて。その自信嫌いじゃないわ。いいわ、私があなたを育てるわ。あなたは最高のアイドルになれる。ありがとう。あれ、ショッピーはもういいの？しばらくショッピーはお預け。今日から私はバンビをしよう。またアイドルかよ。あ、何すんだよ。あんたがゲームを好きな気持ちと私がアイドルを好きな気持ち、これには何の差もないわ。他人に依存するような幸せは長続きしないよ。うるさーい、ライブだ、行かなきゃ。皆さん、今日は僕のライブに来てくれてありがとう。バンビくーん、聞いてください、ララランデブー。ラランデブー、ララララランデブー、ラランデブー、ララララランデブー。今日はみんなありがとう。そしてそこにいるキイコさん、僕にもう一度アイドルを目指すきっかけを与えてくれてありがとう。バンビくん、バンビくん、素晴らしいライブだったわ。実はキイコさんのおかげで大手ミュージックレーベルからスカウトされたんだ。キャー、おめでとう。それでなんだけど、事務所に入るのに100万円必要で、キイコさん、なんとかしてもらえませんか？当たり前じゃない、私に任せなさい。バンビくん、100万円持ってきたわよ。キイコさん、ありがとう。この感謝の気持ちは絶対忘れないから。バンビくんのためなら私も頑張れる。ところで、お金はどうやって用意したの？お、私が汗水垂らして稼いだお金よ。
ここにはないな。次行くぞー。てか、なんで俺がお母さんのためにお金稼がなきゃいけないんだよ。親の幸せはこの幸せなのよ。じゃあこの不幸は親の不幸だ。黙ってお金探しなさい。そっか、また来週ライブあるから来てね。もちろん、私も楽しみにしてるわ。みんな、今日は来てくれてありがとう。ナミくん、ナミくん、ナミくん、こっち、こっち、こっちよ、ナミくん。あれ、気づいてないのかしら。ナミくん、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 お前はできんだ。何よ、私はバンビ君の生みの親よ。話しなさい。おら、やめ、おい、やめ、やめ、なに、ノーノーノー。バンビさん、これからも応援してます。ありがとう。よかったらこの後うち来る？え、どうしよう、いいんですか？わバンビ君、あんな女に構っちゃダメよ。できんといたずら、帰れ。さっきからなんだのよ、あんた。うわぁ。あ、じゃあお母さん家出るから、おやつとか半分こにして長く食べんなよ。はーい。あ、これ食べようぜ兄ちゃん。そうだな。じゃ、半分ほらよ。おかしいだろ。俺の方が体でけえからこれでちょうどいいんだよ。お、このピザも食おうぜ。ちゃんと半分こにしてよ。よし、できたぞ。ん、おかしいだろ。耳は分厚いから一番栄養あるんだぞ。もういい、スイッチやる。スイッチも半分こだからな。俺が今から12時間やるから、お前はその後12時間やっていいぞ。そんなの学校行ってる時間じゃん。ずるいよ。母ちゃんが半分こって言ってたからな。おい、お前何してんだ。これで半分こだね。ウィーエスティー。おい、立ってよ。うぃー、お前は一生そこだよ。ほら、何してんの。早く出してあげなさい、ギーター。ほらよ。館長、いた。おい、うわっ。おい、お前ただ進まねえから。あれ、ヤネちゃん聞いたわ。うん、なんか外に遊びに行ったよ。え、なんかベランダから音聞こえない？猫じゃないかな。うるせえぞ。あ、そういえば久しぶりにベランダ出るわね。キャー、ミイラ。当時はスターを目指して頑張ってたな。よいしょ。今じゃこのざま、年齢には逆らえないわ。まるでモンスターババアだね。何笑ってんだよ。あ、そういえばあんた夢とかあるの？夢？うまい棒をいくらでも買えて好きな時に好きなゲームをできる生活を送ることかな。それじゃああんたスターになりなさい。スターって曖昧な表現じゃわからないよ。とにかく有名になればいいのよ。あんたの夢は有名人、大スターになることよ。第1回キーコのスター講座。はあ、あんたは勉強ができてもタレント力が足りないわ。タレント力？手っ取り早くタレント力をつける方法、それはお笑いの力を身につけること。というと？一発ギャグ千本ノック。ヤネちゃん、私を笑わせてください。カラスのモノマネ。勢いに任せてボケればいいと思ってんでしょ。じゃあどうしろってんだよ。あんたは頭いいんだから、その頭脳を使って考えなさいよ。これをいろんな
ところに送れば。はい、じゃあ今日の算数の授業は数の読み方をやっていきたいと思います。うわー、やるちゃん、テレビ出演が決まったから今すぐ向かうわよ。え、本当？ほら行くわよ。将来役に立たない芸能活動よりもお前は目の前の勉強に集中しろ。黙りなさい。ほら行くわよ。高潔なんてするやつは人間のクズだ。本日より屋根助さんの担当をさせていただくマネージャーです。よろしくお願いします。ほら屋根ちゃん、お挨拶しなさい。よろしくお願いします。それでは本番始まりますので、こちらどうぞ。さあ始まりました、忍者の神様。今日はどんな芸人が出るのか楽しみです。僕はモンチーさんと一緒に出てあげて本当に幸せですよ。キモいんだよ。最初は虫捕り少年おがらです。どうぞ。どうも虫捕り少年おがらです。いた。てて転倒したらなんと転倒虫見つけちゃいました。で、これバナナやないかい。そんなバナナは次は初登場、天才小学生ヨネスケです。どうぞ。どうも、見た目は天才、天才すらも操れる天才小学生のヨネスケバカ。ショートコント選択。ねえねえお母さん、なんで最近水洗いばっかりしてるの？え、洗剤がないか。それじゃ俺の腕こすってみてよ。ゴシ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 、ほら泡が出てきた。ってそれ洗剤小学生。ゴシ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 、それ洗剤小学生。ゴシ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 、それ洗剤小学生。ゴシゴシ磨いてたら僕の心まで傷ついちゃった。ってそれ繊細小学生。ナイブナイブ、それ繊細小学生。ナイブナイブ、それ繊細小学生。ヤネスケ面白い。ヤネスケ面白い。ヤネスケくん面白い。ヤネスケ面白いな。種目目は玉入れだ。動き回る球の中に束ねて終了時に多かった球の量の首が勝利だ。それではよーい。よし行くぞ。これ当たったら結構痛いらしいぜ。てめえよくも。あとはお前ら任せたからな。弟、俺らのコンビプレー見せてやろうぜ。そうだね、お兄ちゃん。弟。うおー、兄ちゃん。お前らあんな調子に乗んなよ。おお、おおおお、これはまずい、逃げるぞ。無駄な時間を食っちまった。くそ、どこにいるんだ。終了。それでは結果発表に移ります。結果なんて聞かなくて分かってるぜ、早く開けろ。それではこちらです。なんで。油断したな。こんなところに。そうだ、この赤い絵の具を使えば。あれ、白組だけに顔面蒼白ってか。ヤネスケお前天才だよ。ご覧の通り、数えるまでもなく赤組の勝利です。それではお昼休憩の時間です。お昼はグラウンドに一番近い日陰の場所が最適だわ。あった。よいしょ。
ょ。あら、この場所は私が1年前から予約してたのよ。ええー、あなた、ここ私10年前から予約してた。これちょっと、あんたたち旦那だよ。何よ、ちょっとどうせ。お前の嫁がめついな。お前の嫁もな。それでは3種目目、綱引きを行います。位置についてよーい。よし、あー、それそれそれ、えぇ、キャッキャッキャ、楽勝だろ。どんどんパワーじゃ負けないぞ。フォーメーションへ。やべぇ、なんでこれよ。絶対引っ張れねえぞ。フォーメーション Z。 引け、おいおいおい、白組、こんなに負けるような世の力じゃ優勝できねえぞ。お母様の乱入は禁止です。いいでしょう、人数は変わらないし、息子のピンチを救うのが母親なんだから。このままじゃ負ける。それが許されるなら私も参加するわ。綱が切れたため引き分け。私の勝ちよ。ハッピー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 、みんなで make a good ride。 洗濯物みたいなワイナーハッテ、マッミーマッミー、息子で一儲け、お小遣いはなしのバッナーハッテ。